ランナー2塁水谷、1塁杉村、ホームランが出れば7対7同点になります。優勝決定の試合、最後の踏ん張りを見せる西本。これまで打たれたヒットは2桁11本です。これ引き分けだったらどうするんですかね、最悪の場合。昨日広島が引き分けました。ジャイアンツ引き分けでも優勝決定ということになります。もう伸び伸び3点までは西本に任すことですな、もうね。ああ、三遊間破った、三遊間中井が取って、ランナーはそれぞれ進塁、ノーアウト満塁で藤田監督2度目の、はい、これはもう今、まあ、変わってあげた方がいいですよ。そうですか、はい、胴上げの場面にマウンドにはいられませんが、西本よく投げました。藤田監督が出てもう投手の交代は告げています。お知らせいたします、西本隆史に代わりましてピッチャー江川が、江川やっぱりね、はい、ただ小川さんね、勝負ごと私はね、ツーアウトになってから8回の途中はそこなんですよ。なるほど、分かりませんね。ベンチが焦りがね、焦りというその上突きがね、投げずにピッチャーまで一心全身通じるとね、早く終わりたいんですピッチャーは。だからストライクをどん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 放っててピンチを招いちゃう。でもどっこい、ここで江川がいるということはね、まあ、調子はどっちにつかずね、この江川を引きずり出したこともね、今日勝ちの勝ち方勝ってね、喜びというのは等しをまた倍増しま す、ね、はい、同じ喜ぶなら苦労して喜んだ方がいいです。リリーフカーの赤いライトを点滅させて、今笑顔がマウンドに、笑顔がこぼれています。登りました、西本笑顔というリレーであります。さて金谷さん、西本に一言どうぞ。ああもうね、よく持ちこたえて立ち直りましたね、はい、これは、何回も言うんですけど、中本という気のいいピッチャーのね、うん、その連鎖反応というよりその中でね、よしこれ以上点をやっちゃいけないという西本の立ち直り、メンタリー精神的な立ち直りを与えてくれたんですね、ヤクルトは。こういう内容の濃い優勝戦にふさわしく、まあ、優勝決定するね、まあ、これは一方通行、巨人だけのことですけど、はい、そういう雰囲気を盛り上げてここまで持ってきたヤクルトのこの貢献度値は大変なもんですね。そうですね、これがおちゃらけたらもう何にもならないですけど、はい、この盛り上がり、この笑顔、これぞプロ野球の醍醐味であり、これを全国野球ファン、巨人ファンなり全部はスタンドのお客さんも望んでたことが現実化したんですから、はい、大変でしょう、大変でしょうけど、これを乗り越えて勝ちの醍醐味というものは余計に味わわなくちゃですね。あら、でスタンドのファン、それから野球ファンにとってはまたとないこの特別な場面を作り上げました、はい、マウンド上笑顔ということでありました。ノーアウト満塁、9回の表、なお一塁ランナー渡辺に代わって青木、二塁に杉村、三塁に水谷、守る内野ファースト中畑、セカンド篠塚、サードからショート河野、外野を固めるレフト中井、センター吉村、ライトスミスです。優勝するそのゲームの中でこんなに盛り上がったゲームありましたか、過去に。 いや、さあ江川です。パーを決まった。金田さん、これ最低1点2点は覚悟で、もうです、ね、3点も結構、とにかく最悪引き分けでも優勝ですから、はい、そのぐらいの気持ちでボンボンいかなくちゃ、ホームランだけ気をつけなきゃいけない、はい、さあ羽根の舞台へ登った笑顔、第2球はこれもカーブ、やや高め、マエンドワン。試合開始当初はお客さんの出足が悪かったんですが、2回3回と回が進むにつれてもう超満員であります。あ、ミスターカンちゃんの道中に察するね。そうですね、ですよ、はい、
1回プレートを外しました。風があります。上空は今8メートル、センターへの強い風。残りが舞います。ワンエンドワン、3球目小さいカーブ。さあ一塁線、ファウルかフェアか。中畑が取って一塁を踏んでランナー1人帰りました。1点、7対5、ワンアウト。切れそうで切れないファーストへの当たり、中畑ムンズと取ってベースを踏みました。ワンアウト。ここではね、アウトカウントをとにかく増やすことですね、はい、なるほど、うん、さあワンアウト二塁三塁、杉浦ということでヒットが出れば同点、ホームランで逆転と。でも杉浦ね、よく打たれてるんでしょう、今日の杉浦はフォアボール、そしてツーベースを1本打っています。ショートゴロ、ファーストライナー、はい、江川がね、今シーズンの杉浦江川21打数5安打ホームランを1本打たれています。この野球中継はしばらく時間を延長してお送りいたします。バッターを二塁三塁、3球目パオー。いやー、もうね、こういう時にバーンと三振取って雰囲気盛り上げるといいんですけど ね、やってみろやってみろ、うん、最終回表ホームランが出れば同点という場面までになりました。逆転という場面です。この放送は日野自動車、 YKK 株式会社パロマ、ライオン、武田薬品とご覧のスポンサーがお送りしました。この放送は品質で伸びる日華ウイスキーがお送りします。さあ喜びのベンチ、杉浦打ち上げてセカンドフライ、2アウト、2アウトまで来ました。あとアウト1つ。でも2アウト、アウト1つけど嫌なバッターが出てきましたな。マルカーノ今日の3打席目、レフトへのホームランを打っています。ヒットも打っています。現在ホームラン25本、まだまだホームランが出れば逆転というヤクルト。ピッチャーの江川、気が気ではありません。1球目高め、ファウル。1球1球スタンドの声援が大きくなります。いやー、しかしさあ巨人の大黒柱だ、こういう時に踏ん張ってみろ、ね、はい、もう激で2球目インコース空振り、ボラスイン、余裕が見られます。マウンド上江川、さあピンチを切り抜けるかどうか、優勝へあとアウト1つ、あと1つのストライク。3球目カーブ決まった、江川見事なリリーフ、抑え役を見せました。ジャイアンツラインが出ました。通算32回目の優勝。あーマウンド付近藤田監督が捕まりました。宙に舞います。本当におめでとうね。監督年56年初優勝、昨年は屈辱、その屈辱を今年見事に覆しました。雪辱を果たしたセリーグ優勝。